ハンドガメ窯っていう名前つけてるじゃないですか。ハンドガメ窯ってその石田家系の窯なんですけど、そこから出土するやつで、バタライの茶碗なんですよ。もともと向こうつけなんですけどね、もうちょっと大きい、その形が割と好きで、まあ昔のものを持ってるんですけど、それを移して作ってたんですよ、茶碗とかで。まあ結局茶碗にはもう使いづらくて、まあ酒杯にもしかしたらちっちゃくて茶碗したら白いなと思って、最初作ったんですよ。で作って実際使ってみたらですね、意外とね使いやすいんですよ。見込みが広いとやっぱお酒入れた時に美しいんですよね。でこう見ながら飲むっていうか、それと大事に飲む、いい酒を大事に飲む場合こういうのがいい。クリスト本当大事に飲むっていう感じで、平たいものが好きで、特にバタライは好きなんですけど、でバタライでピッとここだけ口があるっていうのは非常にろくろ的には難しいんですよ。以上です。はい。